おはようございます。2012年3月8日木曜日です。12回目の百選巡り、愛知県は奥三河地方にやってきました。ここは棚田百選の千枚田です。見事な棚田ですね。おお、すごい、上までずっと広がっとるじゃん。おお、これすごいわ。ここは新城の四ツ谷というところにあります。一区画が小さいこんな小さく作っても田植えが終わったら綺麗だろうな。民商百選の父岩橋、車はここ前で、ね、1キロ15分かと 0.2 キロ父岩まで、25分、ハイキングになりますね。綺麗な川です。めちゃくちゃ綺麗な。おお、本当澄んどるわ。その日は見てほら、結構気づい登山ですね。1キロと書いてあったけど、こんな岩で離れてる。あ、その岩。よいしょ。本当、もう透明度 100% だな。なかなか感じいいですけど、きついですね。この流れ。確かに秘境百選のがいいな、これは。どう考えても、コースタイム通り20分ですね。この上が父岩です。ぐるっと回ると30分。すごい、もう切れとるわ。ビデオすごいすごい、直角に近い、直角に近いとこです。よし、よし、
すごい怖い。このはしごあるけど怖いよね。よし。やった。これ触っとったら怖いね。よし。あ、もうそこが穴じゃないか。うっつるち。すごいとこです。すごい。もうすぐだこれ。この細い隙間に来る。この辺持って、この辺。そう、頭気をつけて。よいしょ。抜けた。ああ抜けれました。ピースそれが何者だって？通用門？通天門。向こうの岩から山が見えるのか今。はい、駐車場出てから40分かかってますね。ここまでガーッと出てくるやつね。もうあかんで。矢印があって、これがどうも父眼界ですね。全体やっぱり一つの岩じゃないんだな、きっと。でもすごい岩です。うわ、後ろに倒れそう。綺麗な水や。すごいわ。ずーっと。色がまだ。どう？森林浴の森100選愛知県民の森です。風呂があるの？これ今水ですね。昨日作りました。昨日の夜から今水です。大広場まで15分もかかるから、もうここで弁当タイムですね。名湯百選の湯屋温泉です。自由ができますね。もうちょっと温泉街も寄ってこう。いや、温泉街ですね、こちらが。あの川、小学校の山の家で泳いだ記憶があるな。透き通った川です。ここが温泉街だという。
歓迎温泉だいぶほどだいぶほどだいぶこれは何なんだろうな、この反物こんなの乾かしてんのか。うわ、これ駅じゃないの、それが。あ、トイレか、それは。あ、これが駅か。駅って言ってもなんかちょっとイメージがあれだな。はい、いや温泉でした。ちっちゃな温泉ですね。滝百選のアジの七滝ですね。駐車場から900メートルとなってますけど、結構坂道だったです。緩やかな清流が気持ちいいですね。こちらが踏んで東海市の方ですね。この一気にバーッと登る10分ぐらいすごい勢いで登るのを思い出しました。あ、そしてここがこれアデラというもの、アジっていうの、アジの滝。あ、書いてあるじゃん、日本の滝百選。7つあるんだよね。あ、上になります。わあ、結構綺麗じゃん、これ。3回来とるけど、へえ、こんなに綺麗だ。はい、ちょっとした展望台ですね。6段だね。2005年1月です。この静岡愛知県境から、ここまでは車道で、パスこんだけ歩いた。でここから大野までが、初回の歩きでした。懐かしいです。そんなに冷たくありませんね。百選の滝でした。よし、宝台山に行こう。はい、これが宝台山の山門です。ここから宝台山の全景が見えますね。あれが宝台山です。あれは名山じゃなくて、名勝百選になってます。岩場がすごいんですよね。今日は上まで登りません。ここからずーっと上がって、これが名木百選笠杉。ここまでまた、山道階段を上がれるかな。もうだいぶ歩くは歩いたで。
ちょっと頑張ってみるか。牧水さんの火がありますけど、この風来寺とどういう関係がある、なんか分かること書いてある。牧水は大正13年7月宝来寺を訪れ、硫黄院に5日間滞在しました。滞在したってことでか。はい、ここから有名な宝来寺の参道石段です。1400、いくつあるそうです。その中腹に、名木百選の笠杉があると。もう息が切れた。名勝だけじゃなくて日本観光地百選にもなってますね。1,2,3,4,5 1425なんだって。仁王様がいますね。どんな仁王様ですか。おお、かなり古いぞこれ。木手付きの松、あ、次はこの仁王門を取ったすぐですね、あそこにしめ縄がしたる大きな杉があります。あれがきっと、笠杉ですね。名木百選の、名木百選になってますね。どれだいって、あー立派だ。これはさ、今日はよう歩いてま、引き上げれて。これ樹齢がいくつと書いてあるな。樹齢800年。よし、はい、日本百名城です。長篠城、ここは家康の城だったんですけど、武田勝頼との戦いで有名ですね。あ、有名といえばここの戦い、長篠の戦いは織田信長が有名ですよね。3000丁の鉄砲で、武田勝頼を、騎馬隊を、退けたというのが超有名な戦いです。の城主と書いてある。あ、家康の奥平、なんとかって人ですね。ここに本丸があった、うん、本丸、長篠城主本丸跡と書いてありますね。ちょっとドリルが残ってるわ。
本丸跡ですね。皇太后陛下お手植えの松と書いてあるのはどれなのか。これ松じゃないよな。これが内堀。資料館か保存館。